TV のお時間でございます。さあ、今回は久々ガチのボイトレシリーズというわけでございまして、今回登場するのはこちら、じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃらーん、ゴンゴンゴン、この辺で出るミックスボイスを出してみようでございます。今回はミックスボイスを出してみようにチャレンジしたいと思います。イナリッシュ。ミックスボイスということで、一体どんなもんなんだろうという話ですけども、地声出す時の声帯の形っていうのは、声帯がベターンとくっついてる状態で、裏声、ファーセットを出す時っていうのはこうやってね、声帯の上の方をくっつけて出す、出し方なんですけども、ミックスボイスっていうのはこの声帯の上の方をくっつける裏声と同じ声の出し方をしながら、胸部共鳴だとか、ね、矯正だとか、特にお腹の支えをぐーっと入れて、地声の時と同じような体の使い方をして出す声でございます。一般的に裏声っていうとこう、この辺の空気をね、この辺の空気の中に声を混ぜるように、で、地声だと、っていう形になりますね。裏声だとこう空気の中に漂っているような浮遊感だったり透明感があるよ、地声だとそれがさらに強くなるよって形なんですけども、そのバラードとかね、曲調によってはその地声だと強すぎちゃう、裏声だと弱すぎちゃうなんて時に使ったりもします。で、ミックスボイスどうやって出すのって、さっきも言ったように裏声のまず喉の使い方なので、裏声を出してみる。そのまま地声の伝え方にこうシフトしてる。分かんないときはさっきのってお腹の伝え方をしっかり覚えておきながら、って声を出しながら、さっきの地声でうーって張ってたときのお腹の使い方、っていう感じで声を出していくと、比較的ミックスボイスっていうのは上手に使える。でもっと高い音の方が分かりやすいかな。ここから先の地声の使い方に声をシフトしていく。この辺に散ってたものをこういう風に前に持ってくるようなイメージ。でこう見てやった時に、体の使い方が好きのやってた時のお腹の使い方、胸部共鳴に使う、っていうような使い方に持ってくる。っていう感じです。ね、簡単。そんな風にしながらミックスボイスを覚えてみてください。ミックスボイスを覚えると、またバラードのね、表現の方法とか変わってきますし、高い声で歌ってる時も喉をね、ベターンとくっつけず、上の方だけ声帯をくっつけて声を出すので、体にとっても喉にとっても楽しくなってくるかと思います。ぜひ体の使い方しっかり覚えて、ミックスボイスチャレンジしてみてください。というわけでございまして、今日はミックスボイスを出してみようでございました。イナリーシュ。皆様のチャンネル登録、お願いします。ミックスボイス上手に出せた？ね。なかなか難しいと思いますけども、ぜひね、この、ね。って感じでやってみてください。